うちのねその、俺が生まれた岩見さんの家って、残念なことにもうなくなっちゃったんだけどね、はい、家がね。で、ここの家っていうのは、別にその土地に何か因縁があるとか、全く全然そんなことはない場所で、まあ、はい、もともとは、まあ、おそ、まあ、らくその何,年何十年か前に、うちの家を建てる前にね、開墾してでしょ、北海道なんていうのは。はい それでその宅地になったところを買って建てたんだろうけども、でその前にそこで何か良くないことが起きたとかね、そういったことってのはないらしいんだよ、本当に。でも、そのあの家にはね、いろいろと起きた家で、まあそれはね、おそらく思うんだけど、うちのばあちゃんの存在が全て呼,ん呼び込んでんじゃないのかなっていう気もするんだけどね。ある日、うちの、 えー、その時うちのじいちゃんもいたんだね俺とうちのばあちゃんとじいちゃんと3人で家にいてさてそろそろ寝ようかねって言ってこう布団を引いて奥の部屋に寝るからねでいつもじいちゃんと俺とばあちゃんと3人川の字になって寝てたんだけどね、はい、布団に入ろうそろそろ電気消すようって言った頃に突然台所でね 最初にカカラン、ンシャンっていう何かよくあるじゃない例えば洗い物でさたくさんこう皿とかいっぱいこうなら洗ったまんまの状態でこうゴ工のほうに置いとくと何かちょっとした拍子になんかその一つがこうカシャンって動いたりとかっていう音が聞こえたりすることってあるんだよね、うんはい、そんなような,、えー、なんかおたまかなんかがどっからストンってこう軽くカランってこう滑り落ちたような音がまず最初に聞こえたの。その途端カランって言ってて言 ほんって思ったんだね。思った途端、ガラガラガラガドンガラガシャー,なかなかっ,ーって音がしたんだよ。はい、すごいよ、と。もう本当に、うーん、まあうち釣り戸棚がなかったけども、釣り戸棚があったとしたら、はい、そこにいっぱい並べてある鍋だとかなんか一斉に全部落ちたぐらいの音だよ。はい、そんな音がしたの。はい、びっ、びっくりして飛び上がってさ、はい、それで、じいちゃんとおばあちゃんと見に行ったんだよね。はい 文字つ落ちてなかったえっでもその落ちた金属のものがなんか落ちた音とか、うん、そういうのは確実にしてるわけです。確実にしてるわけでよそれで何が落ちたんだろうって言いながら本当にリアルな音だからね、はい、何が落ちたんだろうって言いながらじいちゃんとばあちゃんの2人子見に行ったわけだよ。 何かあったんだね何かあったんだねって、はい、こう言ってて、はい、うわ怖いと思って俺、はい、まただよーと思った,、ま、たなまた何か起きてるってうん、うん、ね俺からすればそんな雰囲気だからさ何、はい、か起きてるよ何だろうそっかねうわ怖いって思っててで結果的にその日は何もなく朝を迎えたんだよそしたら朝になって田舎の人って朝早いじゃね そしたらね、その、朝、早くに、うちのじいちゃんがどっかへ電話かけてる声で俺目が覚めたの。はい。で、じいちゃんの声すると思って、何時だよと時計見てみたら、6時ちょいやったんだよね。はい。それで、起きて、で、何だろうと思って、茶の間に行ってみたら、ばあちゃんとじいちゃんとが、やねやのって、なんか半分、言い合いやではないんだけど、なんかこう、 大人のやり取り取になってるよ、ね。ね。で俺「えー、どうしたんでしょうこの2人は?」と思って話を聞いてたら「なあして思い出さなかったんだな今までないことだぞ」って「しょうがないでしょう思い出せなかったんだから思い出せなかったのは事実なんだから」って「そんなの父さんだって同じだろさ」って言ってるわけ何だろうと思って聞いてたらそれあ,のある親戚の人の庄月メンチで うちのお仏壇にいつもだったらちゃんとこうお供え物するの忘れてたの、その日。なるほど。<laughs> はい。まあちょっと、ちょっと、都縁の人だったみたいなんだよ。でも、うちのじいちゃんとばあちゃんとは本当に、もう、きちっとやってたからね、そういうのはね。はい、うん。それをあんな音で知らせるんだなと思って、はい、子供だからに、うん、へえすげえ音だったそと思って。はい。 どんなおっちゃんやろと思って思いがあるね。うん